三王川橋梁を渡る、藍津鉄道8500系機動車。三王川橋梁は、福島県南藍津郡南藍津町の三王川に、かかる、藍津鉄道藍津線の鉄道橋である。三王川くぬぎ川橋とも呼ばれている。国鉄藍津線の荒海駅藍津滝野原駅間の、延伸工事に伴って1953年に、完成した。 糸沢駅合図滝野原駅間の国道121号、及び阿賀川支流である三王川に架か,かる全長100メートルの橋梁である。高さは約10メートルあり、緩やかなカーブを描いている。橋梁自体には15パーミルの勾配があるため、時速60キロメートルの制限速度がある。合図鉄道では通常、メガネ橋と呼んでいる。山王川橋梁を渡る。 藍津鉄道6050系電車。鉄筋コンクリート製の単線上路9連アーチ橋の形式である。なお、本橋梁は2つの部分からできており、藍津田島方には、長さ約12メートルのプレートガーターの日光、街道か道橋がある。コンクリートアーチ橋の採用は、建設当時は、戦後の資材不足により、鉄鋼材の不足や工事費を抑えるために、 現地で取れる砂利や砂を使って作れることに着目したためである。また、コンクリートには、鉄筋の代わりに竹筋を使用した、竹筋コンクリートとの噂もあったが、電化の際の調査では竹筋は確認できなかった。1990年には、藍津田島駅藍津高原駅間の電化に伴い、河川柱及び河川が設置されている。ありがとうございます。